さあ、はい、続いてリルリーグのみんなからも僕らに質問があるみたいですよ、林さん。ないでしょ、俺らには。いや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 、多分ね、打ち合わせで前もって言ってくれて必死に考えてくれたんやと思うよ。なかった子もいると思う、もしかしたら。ないでしょ、うん、で聞いてみましょうか、ね、うん、じゃあ、誰から。なんか2人に聞いてみたい質問とかあります？あ、じゃあ早かった。あの、僕、大阪出身で、はいはい、関西同じなんですけど、その東京に住んでからその関東弁って映らないのかなと思って。あーっと、綺麗に映らんかったかな。そう、あの、いやいやいや、でも先輩返してんの。なんか、いや、標準語より日本語がなんか変です。そう、方言の方言じゃなくて、いや、そうやね。あんまりその自分の思ったことを話そうとすると関西弁になっちゃうというか、なんか結構グループで真面目なことを話すときはたまになんかこう標準語っぽくなったりするねんけど、でも基本的には変わってないかな。なんかでも変わらなそうやね。そうなんですよ、結構自分が強くて関西弁。あ、ね、強いよね。あとね、あの、たまに大阪帰ったときに友達にやいや言われるからなるべく変えん方がいいと思う。一瞬言われたことあるから、友達に、まあ、打ったな魂よって言われるから。気ぃつけや。だったらほんと自信ある感じで言うこのエピソード。エピソードも弱いし、声も弱いし。お二方に聞きたいんですけど、はいはい、みんなでどこか行くとか、うんうん、ご飯に行くっていう機会がなかったんですけど、うん、そのお二人はそのなんかどういったタイミングで初めてそのメンバーの皆さんとなんかご飯に行かれたりとかっていうことがあったのかなっていうのをお聞きしたかったです。どうだろう、俺たちは結構すぐだったかな、うん、ジェネレーションズは特に EXPG 出身のメンバーだから全員だから、グループ決まってからは、うん、もうずっと一緒にいたかも、うん、武者修行がすぐ決まってたし、リハーサルの時も一緒にずっといたし、ご飯もみんなで食べに行ってたかな。もうほんと牛丼とか吉野家とかみんなで行ったりとかしてたね。レッスン終わった帰り道とか、うん、で先輩年上チームにおごってもらってみたいな、うん、あの時考えたらすっごいずうずうしくおごってもらったんだけど、苦しかっただろうなみたいな。あ、デビューしてすぐとかね、あと、うん、確かにそうかな。意外と考えたことないかも、ずっといた、うん、確かに。僕らとかも寮に住んでたから、逆にもうなんか途中嫌になるぐらいずっと一緒にいてて、で共同生活、みんなももしかしたらね、今後、まあ、どうそういう生活になっていくか分かんないですけど、でも多分そういう時間が長ければ長いほどやっぱりグループとして良くなっていきますよね。先輩、それはもちろんみんなでいた方がいいよ、それは絶対、うん、絶対良くなるからね。で今はまだみんなこう環境がね、実家でおのおの、そうです ね、まだ全国各地にいるから、うん、それが多分集まった瞬間っていうのはいい、もう会いたくないっていうぐらい会うと思うし、運命共同体だからみんなは。本当にね、なんかいつでも連絡してください。うん、連絡してください、ね、うん、ご飯行きましょう。もし何かあったらね、みんなの時間の許す限りね、うんうんうん、あの、さっきの話の続きみたいになっちゃうんですけど、全然いいよ、話したことない。体を今鍛えててそれは嫌です。その話は嫌です。筋肉をつけるかどうかみたいな話をどうせするんでしょ。それはもうみんなで楽屋でしてください、それは。嘘です、何ですか。気になる。あの、なんかその以前なんかジンさんにサプリメントだったりをなんか差し入れでいただいたりして、なんか結構なんか助かって、なんかありがたく、なんかそういう普段から意識してたりとか、なんかそのまあ自分たちまだ数曲踊るだけで体力が消えちゃったりするので、なんかもっとなんか普段からしてるトレーニングとかってありますか。でもなんかジムでもちろ ん、 なんか走ったりと か、 なんかスピナーでバイクで漕いだりとかサーキットみたいなのするんですけど、なんか考えてみたらやっぱリハでフルアウトするのが一番やっぱいいというか、やっぱ本当にダンスでつける体力もやっぱ必ず必要で、トレーニングばっかしてなんかリハーサルで手抜いてたら結構やっぱライブしんどかったりとか、なるべくこう通しリハみたいなのをするときに本番同様でちゃんと合間でそういうサプリとかも取ってってやると、多分すごいこう本番ライブに立った時にちょっとこう自分に余裕ができるというかっていう感じな気がしますけれども、
いやさすが仁さん。どうですか。ん？今のどうでした僕の。良かったです。めっちゃ良かったです。僕の話ですか。めっちゃ良かったです。二十丸。オッケー。ありがとうございます。大正解。大正解って感じ。どうですか瀬田君今の話聞いて満足できました。はい。本当？期待の新星現れてね、本当に俺は好きだよ、めちゃくちゃ好き、その感じ。うん、大丈夫本当に、なんかもうしたことない？なんかいつでも別に何でも聞いてもらっていいんだけど、今この収録では最後ぐらいになるけど、もう大丈夫、すっきりした？聞いておきたいことない？大丈夫？大丈夫ね、よし。さあということで、最後リルリーグのメンバー一人一人からファンに向けてね、これからの意気込みを、お願いしたいなと思うんですけど、じゃあそらくんから行って最後すなくんで終わりますか、うん、じゃあカメラにお願いします。はい、まだ本当についこの間アイコン Z オーディションが終わってグランプリを取らせていただいて、まだまだこれから僕自身もリルリーグの一員として LDH の一員としてもっと成長できる部分がたくさんあるので、もっと皆さんが思ってる以上のその成長ぶりを見せて、これからもたくさん頑張って、それで必ずデビューして、頑張っていきたいなと思うので、応援よろしくお願いします。さあ続きまして、そうですね、僕そうですね、なんちゃんもさっき言ってたようにまだデビューもしてなくて、さついこの間グランプリ取ったばっかりで、そうですね、まあその日本武道館っていう初めて立った大舞台というか、初めての360度にそのお客さんがおる中で、そうですね、自分もすごく楽しめて、でそのファンの方っていうか応援してくださってる方々にその楽しいという楽しんでもらえるようなライブを作っていけたらなと思ってるので、応援のほどよろしくお願いします。さあ続きまして、はい、今この状態で僕らはまだまだ未熟な状態で、もうすごくなんていうんですかね、どんどんこれから2人が言ったみたいに成長していける部分がもうたくさんあると思うので、これからもう6人全員で運命共同体となってトレーニングを積んでいって、まあ、応援してくださっている皆さんが満足できるようなパフォーマンスをできるように、僕ら6人が一体となってどんどん頑張っていくの、頑張ってすごく大きなステージで皆さんにその喜んでもらえるようなステージを作るように頑張るので、皆さんも応援よろしくお願いします。さあ続いてじゃあ、これまだ僕たちリルリーグはスタートラインに立ったばっかりなので、ここからエンターテインメントとしてさらなる高みを目指して、これからも僕たちの思いだったり日頃応援してくださっている皆様への感謝の気持ちなどを込めて精一杯活動していくので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。みんなが本当に言ってるようにまだ結成されてまだ歴というかまだ浅いんですけど、やっぱりこの6人でしかできない、まあ、ライブだったりいろんな雰囲気とかあるので、やっぱりこれからそれをいろんな方に届けられるように、まあ、日本だけじゃなくて海外の方だったり、やっぱりいろんな方に届けられるようにこれからも頑張っていきたいと思いますし、やっぱりまだ小さいですけど、本当にいつかドームツアーをできるように、自分たちがまあ主役というかとなってドームツアーをできるようにこれからも頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。じゃあ最後リーダーお願いします。日頃、リルリーグを応援してくださっている皆さん本当にありがとうございます。いろんなアーティストさんだったりとかグループだったり、こういっぱいシンガーの人たちとかがいる中でリルリーグを応援してくださっている皆さん、リルリーグを見つけてくださった皆さんに絶対にこれから、恩返しできるように、そしてこれから、自分たちの活動で絶対にこう後悔させないように、自分たちもこれからもっともっと頑張っていきたいと思いますので、これからも引き続き応援のほどよろしくお願いします。